はい、みなさんこんにちは、エンパスのゆうすけです。今日はオリオン星人の特徴についてお話ししたいと思います。まあね、オリオン星っていうのが、オリオン星人って起源とする正と負の両方の種族がいるんですよ。だからオリオン座のね、影響を持ってる方、オリオン星のね影響を持ってる方って、ちょっとした悪女だったりとか、悪、ね、悪い男みたいな欲も持ち合わせています。危険な男、危険な女みたいな面も持ち合わせています。あとはだからオリオン星人に見つめられるとノーと言えない人が多い特徴の一つです。だから、ね、オリオン星人って不思議な魅力があるんですよね。だからね、この話をするときちょっとうって身構えちゃってるの分かりますちょっとね、そういうところもあるので、まあオリオン星人の話をしただけあってなってしまったんですけど、オリオン星人に関してはそういうところがあります。まあね、それは正と負がはっきりとしてるため、オリオン星人に関わると良くも悪くも影響が多いのが特徴です。基本的にはオリオン星人の方ってとってもユニークと言われます。人をね、笑顔にさせることに喜びを覚えます。だからね、分かりやすいところで言うと、そういう接客業ですねをやってる方とか結構多いかなと思います。夜にしろね、昼にしろっていう感じです。その割にはですね、だからこそ就職業ができるかもなんですけど、人間関係については心を開きづらい特徴もあります。で、人の気持ちをね理解しにくいが、理解しようとするために長い時間を使います。あんま人の気持ちがね理解ができにくいんですよね。どうしてこういうこと考えてるとか、ってそれで結構ね、長く考えるのが結構好きなのがオリオン星人の特徴です。で、そのだから人をね、分析するんですよね。この人こういう、気持ちを考えてるのどうして、 A だからこう、 B だからこうみたいな感じで結構オリオン星の方は分析します。で、人間関係がすごい極端、 A か B みたいな、白か黒みたいな感じが結構多いんじゃないかなと思います。その割にはね、人間関係に敏感な部分も持っております。で、人間関係に感情も使うんですけど、思考も使うので疲れやすいです。まあ、感情だけで進めばいいことをそこにまた思考も入れ込むので、結構複雑化するのがオリオン星人かなと思います。で、すごいんですよね、人間関係に究極にねドライになる時も特徴なんですよ。だから、まあ、本当に最初にパロッパロッって言ったお仕事に接客業に向いていらっしゃる、それいい意味でですよ、悪い意味でじゃなくていい意味で接客業に向いているっていうことです。だから人間関係にも好奇心旺盛なので、すごい興味を持っているのが特徴かなと思います。まあ、知識としては、まあ、感覚が鋭いんですよね。スピーチャーの感覚、言わなくても感覚が鋭いっていう方が多いんじゃないかなと思います。わざわざ言わない感じが多いかな、自然と使いこなすみたいなっていうのがオリオン星人。あとは揺らがない信念を持っています。これといったものに関してはすごい行きます。で、あと知識を得ることがすごい大好きだからね、すごい知識に貪欲で、かといって知識豊富さを自慢するわけでもないんですよね、他の星人と比べて。知識を得ることはすごい好きなんですけど、そこで得たことをわざわざ自慢するわけではないです。で、楽しみから学びを得ようとすることも、楽しいことは基本大好きで、知識の共有ができないと嘆き悲しみます。まあ、知識というかなっていうんだろう、自分の持っている部分、思いとか、そう、知識から得たものに関してこう人にシェアするときに、何言ってんのとかなってしまう、とっても嘆き悲しみます。で、批判と捉えがちなアドバイスになってしまうことがよくあります。他の星人と比べて、他の星人ね、まあ、アルクトゥルスとかだと分析するから上からなんですけど、オ
オリオンは自然に出ることがネガティブアドバイスになってしまう部分を持っています。それは自然に言えることがいいことなんですよね。知らない星人もいますので、であとはこの星人も自分の時間は必要で、ただしすごいことが一人の時間にセルフフィーリングができるタイプになっております。だからオリオン星人の人って影響を受けた時って結構その魅力的とかすごい的な部分にフィーチャーされがちなんですけども、結構ね自分という部分を大事にしてるんですよね。で、なんか若干執着も持っているので、自分自身にも厳しくて他人にも厳しいのが特徴です。なんか自分もこれぐらいできるんだからね、お前もこれぐらいやれっていうのが当たり前に考えられるのがオリオン星人なんですよね。常に向上心があるので良い方向にも悪い方向にもガーッと進むタイプです。で、目的なんですけど、オリオン星人って人類を救いたい気持ちが多いんですよね。で、地球の感覚と似ているからすごい人類を救いたいっていうのが思いとしてあるようです。で、オリオン星人は結構見分けがつきやすいと思います。結構なんかね、使命感が人一倍持ってるので、積極的にやってらっしゃる方もいるのが多いんじゃないかなと思います。自己鍛錬に気持ちが向きやすいオリオンの方は、アルクトゥルス系の人っていうのは他のものでも結構興味持つんですよ。分析したいから。だけどオリオンの方って自分にプラス、自分のなんか糧になるみたいなことに関して気持ちが向きやすいので、知識の得方として自分にプラスなのかならないかの判断もできるのがオリオン。アルクトゥルスさんはなんかもう興味があったら一応調べてみる、自分にプラスにならないこともやってみるというのがアルクトゥルスさんの影響かなと思います。で、パワーは本当に説得力を持っていることが多いかなと思います。で、これはねすごい不思議なことなんですけど、正と負を持っている珍しい星人で、分かりやすい部分を持っているからまあいいんですけど、負を持っているけど負の部分を持っているにもかかわらず正だと思っている方もいるんですよ。そこが一番厄介な部分、逆も光なんですよね。そこをちゃんと仲間に教えてもらうというか、そういうことができれば本当にオリオン星人は強くなっていくんじゃないかなと思います。ということで、オリオン星人についての特徴をまとめてみました。だから他の星と比べて正と負がはっきりしているというところが、オリオンというね、僕は星見渡りが嫌だなと、私負だったらどうしようとか思う可能性もあるんですけど、負も負で必要なんですよね。だから負が悪いってわけではなくて、正と負、陰と陽があるように必ず必要なものですので、ご自身を偽らずどっちかちゃんと認識して伝えていっていただければなぁて思っております。ということで、今回はオリオン星人の特徴についてお伝えさせていただきました。この動画がいいねと思っていただいた方、いいねボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いいたします。エンパスのゆうすけでした。またねー。